皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はコストコにお買い物に行ってきたので、購入してきたものをご紹介したいと思います。今回は一人暮らしにも役に立つ商品をたくさん購入してきました。まず最初はこちら、新商品なんですけれど、すごい大きなこちらです。キャラメルフラン1398円、直径24センチの大きめのプリンになります。めちゃくちゃ大きなプリンです。こんな大きなプリンね、一人では食べきれないので、まずこれをきれいにカットして冷凍をします。冷凍すると日持ちがするので、一人暮らしでも何度も好きな時に食べることができます。このカット動画は別撮りで撮りますので、またそちらの動画も見てください。これがね、新商品で出ていました。こんなに大きな固めのプリンです。はい、次も新商品なんですけど、これも前回購入してきたリピート品です。コーンブレッドローフ599円、ふわふわでコーンの甘みがあって、季節限定の商品です。これはね、1センチぐらいに切って冷凍してジップロックに入れておくと、かなり日持ちがするので、一人暮らしでもそのカットの形で好きなように食べることができます。私は1センチぐらいに食パンの形に切って冷凍しています。バターも何もつけなくても、ちょっと焼くだけでものすごく美味しいパンです。次もリピート品です。こちらネクタリン1キロ980円、皮ごと食べられるカリフォルニア産の桃になります。こんなにちっちゃな桃なのでね、もう一人で何個も食べられる感じです。で、多すぎる時はこれ種を抜いて冷凍しておくと、スムージーとかにも使えるし、ヨーグルトと混ぜても美味しいです。冷凍しておくとね、結構日持ちがするので、一人暮らしにもとても重宝すると思います。はい、次はバナナ、オーガニックバナナです。 1.3kg で328円、ちょっとね、割高な気もするんですけど、一房ずつが大きくてとても甘くて美味しいです。これも余った時ちょっと置いていて、普通に食べていて、ここに黄色くなって黒い点々点が出てきたら、皮を剥いてサランラップに押し付けて板状にして冷凍しておくと、ポロポロっとパラパラっと割れるので、そのままヨーグルトに入れてもいいし、スムージーを作るとめちゃくちゃ美味しいです。これもね、ちょっと青めのものをね、今回は購入してきました。次も再購入品ですけど、花姫トマト、前回買ってきてめちゃくちゃ美味しかったんですよね。このトマト、ちょっと大きめなんですけど、一口では食べれないぐらいの大きさです。ちょっと半分に切ったり、4分の1に切ったりして、サラダとかに入れると、とってもね、フルーツトマトみたいにジューシーで美味しいトマトです。次の果物です。レッドシーブレスグレープ 1.8kg で1198円、種出しぶどうで皮ごと食べれるぶどうです。こんなにいっぱい入ってて、これもね、一人では食べきれないので、私は冷凍してストックしておきます。きれいに洗って1個ずつを取って、水分を取ってジップロックに入れて凍らせておくと、好きな時に取り出せて食べられます。種が入ってないので、スムージーにしても美味しいです。いろんな果物を入れてね、フルーツスムージー作るのにもとても美味しい商品です。次がこちら、中華ちまき、米久の中華ちまきで6個入りで998円。電子レンジでもいいし、ボイルでもいいし、私は油が出るようにボイルをするんですけど、1個ずつ入っていて、これが全部で6個入ってるので、とても使いやすいちまきです。本格的なちまきが食べられるので、一人暮らしにも便利かと思います。はい、次がこちら、ビッグシェフのハッシュドビーフ1038円、 200g が3袋入っていて、レトルトですけれど本格的な味が楽しめる商品です。これもね、1個ずつ個包装でこんな感じでレトルトで入っているので、いろんなね、お料理に活躍しますし、一人ご飯の時もとても便利かと思います。ハヤシライスとか、ハヤシライスグラタンとか、エクステラットとか、いろんなお料理も楽しむことができます。次がこちら、野菜かりんとうです。東京かりんとう、野菜かりんとうで 36g の16袋入って899円です。これで個包装になっていて、いろんなものが入ってるんですけど、5種類ミックスになります。ポリポリ食べやすくて、彩りも可愛い野菜のかりんとうで、白蜜を絡めた人参ほうれん草、黒蜜のさつまいも、ピリッと唐辛子が効いた醤油蜜のごぼう、玉ねぎはほんのり塩味の白蜜仕立て、5種類の味をお楽しみいただけますということなので、飽きが来ない味ですよね。5種類ミックスのかりんとうを購入しました。
次がこちら韓国麺農心のフルル冷麺1袋入って998円、乾麺タイプの冷麺です。これもね1袋ずつ個包装になっているのでとても一人暮らしには便利ですよね。フルル冷麺乾麺をちょっと湯がかないといけないんですけど、湯がいて水で切ってそしてスープを入れるだけで出来上がりの簡単なものなので、上にきゅうりとか青じそとかあのハムとか乗せてもね冷麺でとても美味しくいただけると思います。これも一人暮らしには役に立つ商品です。最後がこちらです。これがね何回行っても買えなかった商品なんですけど、やっと買いました。グラッドのプレス&シール対応途でフードの保存ラップ1598円、 43.4m の3個セットになります。これはね一家に1個って書いてありました。一家族に1個しか買えないんですよ。何回も行ってるんですけど何回もね買い損ねてる商品です。これがねとても便利で、普通のラップとねちょっと違うんですよね。こんな感じのラップになっていて、これがね切るときに気をつけないといけないんですけど、今パリパリの分かりますかね、透明じゃないんです。透明じゃなくてパリパリっとくっついているので、これをちょっとだけちょっと使ってみますね。これを切ってここの中にお菓子とかちょっとネクタリンを包んでみますね。こんな感じでね、こうするとちょっとね密閉して密閉状態になってしまいます。こんな感じで、なのでサンドイッチとかねいろいろ包む の、 あのクッキーとか包んで冷凍するのにはねとても重宝するプレスシートみたいな感じで、これはとても便利なものだと思います。今回は6月の3週目に行ってきたんですけれど、コストコといえば大量買いみたいなイメージがありますけれど、一人暮らしでも十分楽しめる商材もたくさんあります。で今回は一人暮らしでも役に立つようなものをピックアップして購入してきました。それとコストコのフードコートには新商品が出ていて、桃のソフトクリームが出ていました。とってもねジューシーで桃の味がして美味しいソフトクリーム食べてきた動画も別撮りしておりますので、よかったらそちらの動画も見られてください。概要欄にリンクを貼っておきます。今回の商品の詳細も概要欄に書いておきますのでぜひご覧ください。また新商品のこちらのプリンの切り分けは別動画で撮りますので、よかったらそちらの動画も楽しみに待っていてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。